スペイン南部特有の住宅。コスタデルソルトは太陽海岸という意味で、スペイン南部アンダルシア州のマラガ県の海岸地域とカディス県のカンポデヒブラルタル地区の地中海に面する地域にあたる。スペインの観光産業にとって最も重要な地域の一つであり、アンダルシアの観光業の35%を占め、年間およそ1730万の宿泊客がある。 コスタデルソルの気候は温暖で、年平均気温は19度で、日照は年間の300日以上である。ゴルフ場をはじめとする観光関連施設、会議、展示施設、ヨットハーバーなどが数多くある。コスタデルソルが国際的な観光地域として知られるようになったのは1950年代のことで、以来外国人、特にイギリス、ドイツ、北欧、 フランスの人々にとって人気のある旅行先となっており、このことはこの地域の経済発展と人口成長にとって格別からざるものとなっている。1970年代と80年代の間、この地域は犯罪海岸コスタデルクライムとして悪名が高かった。イギリスのギャング団の間で法的なトラブルを逃れてこの地で贅沢をして暮らすことが流行っていた。両国間には ジブラルタル問題があり、犯罪人引き渡し条約が締結されていなかった。この現象は、テレビの小番組などで話題となっていた。オーストリア出身で、アルメリアでホテルシモンを経営していた、ロドルフォ・ルースニングが、もともとは、アルメリアの海岸地域の観光客誘致のために、同海岸地域を指して、コスタデルソルという名称で使用し始めた。誘致キャンペーンは、 1929年のセビリアとバルセロナの博覧会を訪れる観光客を同地域に誘致する目的で1928年2月16日、ラクロニカメリディオナル市場にて開始された。また、1929年に開催されたセビリアでのイベロアメリカ博覧会に乱すことができるとも言われる。いずれにせよ、1947年に、 スール市場に登場してからコスタデルソルという名称が一般化し始めたのである。1960年代頃まではコスタデルソルという名称は現在よりも広いアルメリア県、グラナダ県、マラガ県の海岸地帯を指していたが、現在はもっぱらマラガ県の海岸地帯に対しての見つかわれ、グラナダ県の海岸地域に対してはコスタトロピカル、アルメリア県のものには コスタデ・アルメリーアという名称が使われる。コスタデ・ルソルの地域は、カディス県の地中海沿岸地域や、モトリルまでのグラナダ県の地中海沿岸地域を含むこともあるものの、一般的には、東はグラナダ県、西はカディス県の間の 161km にわたる地中海沿岸地域を指すものとされ、自治体では、西はマニルバから、東はネルハまでとされている。 それは、マラガ県では、コマルカ名として西から、コスタデルソルオクシデンタル、マラガコスタデルソル、アハルキーアコスタデルソルと同県のすべての沿岸地域に対して、コスタデルソルという名称が、行政的に使用され、定義付けられているのに対して、両県では、そのような定義付けがされていないということと関係がある。コスタデルソル地域は、伝統的には、東西に地域に分けられ、 中央部にあるマラガが、両地域の中心となっている。地図コスタデルソルの自治体は、東から、ラコスタデルソル、デスティーノピオネロイーイノバドール。ラオピニオンデマラガ、2011年12月28日、閲覧。アルマレンセズデルシブロ XX。イデアル、2011年12月28日閲覧。イストリアデラコスタデルソル。 パトロナートでツーリスモマラが2011年12月28日閲覧ありがとうございます。